んにちは。あ、こんにちは。はい、タオさん、はい、まあ、開幕して、まあ、少し時間経ちましたけども、なんかこう気になることとか、うん、気になる選手とか、うん、いますか。まず横浜、はい、あれ外国人ゼロはないでしょっていう、三浦監督1年目でさあやるぞっていうスタートでね、外国人いないって、まあ10人いないですからね外国人そうでしょ、はい、あれはちょっと大きなミスやっちゃったなって思いますよ。かわいそうですよね。あれはかわいそうです、三浦。まあでもだからといって負けが許せる世界、うん、許される世界じゃないじゃないですか。それはもうその戦力でやるしかないんで、ね、ですよね、うん、だけど、まあ、僕らも監督でやった経験があるだけね、うん、今外国人がいない中で勝てるなんて無理ですよ。まあ、例えば、うん、ソトとかオースティンが初めて来日するっていう外国人だったら、はいはい、まだそうでもないです。そうですね。だから今他の球団と同じような、ね、うん、状況ですから、計算が立つ外国人ですからね。そうです、そうです、そうです。だからいないっていうのはちょっと辛いだろうなという。それとやっぱりうまくやってれば他球団と同じように来れたわけだから。そうですね。そうでしょ。まあ、11月中に登録すれば、うん、だからそこの登録ができてなかったっていうのがね。そうですね。12月でいいっていうふうに判断しちゃったらしい、ね、あ、そうですか、はい、その辺がまあちょっと残念でしたね、うんうん、でも監督としたらいい勉強になるんじゃないですか、うん、まあ、例えばやりくりという意味とか、やりくりね、でも僕も1年監督させてもらって本当に弱いチームだと逆にね胃が痛むなんていうようなことにあんまりならないのよどうなやっぱり1点争うようなチームゲームが続いて、まあ、自分の作戦がちょっと間違ったなとか、うん、選手起用違ったなとかそういうものがあって初めて胃が痛くなったりする。あ、なるほどね。差がついてるともうしょうがないなって思っちゃう。まあまあそうですね、うん、追いつくこともちょっとかたるいですからね。そうそう、なんか5割前後の、ね、監督が僕はやってては一応面白いのかなと思って。あ、なるほどね、うん、あ、まあ、例えば佐藤が筆頭に今まあこう新人王レースみたいなのが始まってるじゃないですか。もう当然シーズンが始まったわけですから、田尾さんって誰に注目してるんですか。まあ、佐藤はまあ関西ですからね、よく見る機会はあります。佐藤はやっぱりいいですか。あの飛距離はもうずば抜けてますね。いや、魅力ですよね。あの飛距離はね、やっぱり日本人でいないですよね。だからそれはすごいけども、こうやって構えてダンってくるからグリップと体の距離がちょっと離れすぎてて、はいはい、あれで打率は残らないんだよね、うん、だからそれに早く気が付いてもらいたいなって、ね、大振りとフルスイングは全然違うんだよっていうね、うん、そこの違いをまず感じてもらいたい。あと甲子園で、うん、左バッターがあまり育たないっていうことを言われてるじゃないですか。はいはいはい、まあ浜風で、はい、ライトかレフトで大体吹いてますからね。そうですよね、うん、それは心配ないですか。心配ないですね。彼はレフト方向の方がまあまあ打球飛びますからね。ですよね、うん、もし呼び込んでガーンとやや振り送る気味でそれでホームランになるんで、全然それは大丈夫だと思う。なるほど、ね、うん、他誰かなんか注目してるんですか。いや、今ちょっと言ってたけども、牧は僕プロ野球ニュースで注目選手書いてるの見てくれてませんか。そう、細かいところは見てないですねそれは忘れたんじゃなくて僕もう書いてました。3人ぐらいなんか書く歌詞がありました。あの中に牧は入れてます。あ、牧いいでしょ。スイング見てね、やっぱり一番パッと見て、あ、これは打てるなと思ったのは、バッティングっていうのはジャストミートするか詰まらされるか泳がされるか、この3つなんですよね。で、牧君の場合は僕大事なのは詰まるってことを恐れないってこと。牧君のはやっぱりボールをスッと呼び込むっていうその間があるんですよ。だから詰まってもいいっていう、だそういうバッターは大体持ってこれるんで、で自分から向かっていかない、うん、絶対向かわないですよね。こういかない、だからもう呼び込んどいて振る、どっちかというと軸の足を中心に振っているから、うん、ああいうバッターはどっちにも打てるしね、右軸の人は。だから彼はやっぱり残すだろうなっていうのは思ってます。ということは技術的には佐藤よりも、うん、もう今は全然牧の方が上です。ですよね、はい、将来性は分かりませんけども、現状はもう牧君の方がずっとですよね、はい、打率も残ると思うし、ね、そうですね、はい、他に何か注目してる人は。だから栗林もああやって抑えピッチャーになってますから、この3人ぐらいじゃないですか。栗林って持ちます1年間分からない、抑えで。いや、そうなの、僕もそう思ってる。
結構タフなポジションですもんね、うん、いや確かに難しい。でも他の、まあ、今までの歴史見ててもプロ野球に入ってバーンともう抑えピッチャーやる人まあまあいるから、まあそうですね、ねそこの1年2年ぐらい持つパターンまあまああるんで。ということは広島はやっぱ今年は安定してるということですか。あそこはやっぱりドラ1、2、3がね、はい、みんな戦力になってるから、うん、そういう意味ではカープは面白いと思います。タオさんは優勝どこですか。阪神。プロ野球ニュース見てたら巨人が多いんだけど、はい、客観的に見てて今年の巨人そんなに戦力いるっていう、まあ、ピッチャーがちょっと、もともとね、そうですよね、もともとそうなんですよ。野手は経験値は高いですけど、はい、だから戸郷とか畠とか今村とか、そこまで計算はね、しづらい、うん、まあそうですね、ね、それで、菅野が去年13連勝とかしたけど、うん、あんなことは2年も続かない、まあそうですね、まあ、貯金はするでしょうけどね、でもそんなに大きな貯金はそうできないんじゃないかなっていうね。でも阪神ってあれだけのミスがあるじゃないですか。ミスがある。あれがなかったら俺どう田尾さんの中では紹介したんですか、優勝に持っていくためにあのね、だからそこは矢野監督がどういう選手を起用するかによる、うん、中野っていうのがね、ドラ6かな、はい、これも守備うまい、うん、あの守備ゲーム前の守備練習、糸原と2人セカンドやってると運命の差がある。あ、そうですねもう守備だけだったら中野使いたいし、うん、で代々で言うと今8-4かな、あのバッティングいいですよね。バッティングはもともといいし、はいはい、だからあの監督によったら、うん、もまあ、糸原が今調子いいからね、これはもう当然糸原ですけど、あの他の選手との兼ね合いで、あの木浪と金山あるし、ショート、もともとショート、はい、それとかあの巨人から来たのもこの前山本あれも、それも名前忘れてますやばくないですか山本、あのだからあの辺の戦いってかなり高いレベルの戦いしてるし、になってきましたね。なってきましたよ、うん、で外野もね、今年ヨーカーがすごくいいスイングしてるんで、だからヨーカーもいいし、板山っていうのもね、板山あれもスイング、守備はもう板山の方がずっといいし、そうですね、肩もいいし、だからいないわけじゃないんです。ただまあ、外国人ロハスが入ってきたらどうするんですか。う、うん、だから多分あのマルテが抜けると思います。マルテがね、それでサンズがファーストになると思います。ですよね、でレフトにロハスが行く、だから佐藤がそのために佐藤を今ライトさせてるんですよ、うん、あのでもこの前ヨーカーを使いましたよね。あの僕は大賛成。あ、そうですか、うん、やっぱり1割3分とかのバッターをずっと使うのはね、うん、それは毎試合 2つぐらい三振する、うん、悪かったらやっぱ外さないと、うん、あの優勝狙うチームはね、まあ、確かにね、あのヤクルトの時のファ、まあ、最下位になってるような時の村上は OK ですよ、うん、これはずっと使ったらいいんですけど、まあ、そうですね、優勝狙うチームの監督はやっぱり他に選手がいなきゃしょうがないけど、うん、いるんなら使わないと。なるほど、うん、中日どうですか。中日は僕はもっと伸びてくるかなと思って、去年 A クラスになってあの今年期待してたんですけど、そこまでちょっと期待は大きくないです。ちょっと打てないですね。打てなさすぎて、それと得点圏に弱いですね。弱い、もうみんなそうなんです。打率はチーム打率良くても手になってないよね。そうなんです。これちょっと何年か続いてますからね。なんとかならんすかね。僕中日の評価って高いんですよ、うん、ああ、僕も一応3位にしたんですよ。それは仕事の関係ですか。いやいや、仕事はあんまないけどもえ、じゃあだから僕は広島と中日が3位4位どっちかなっていう。あ、僕もそうです。やっぱそうでしょ。で4位にしたんですか、広島は。そうなんです。どっち今となったら評価変えたいぐらいですか。うん、まあ、変えたいぐらいですね、うん、あのやっぱりちょっとドラゴンズ大丈夫かなっていうね、うん、気になってきましたね。でもピッチャーはそこそこいいですよね、はい、います。だから、で、はい、中継ぎ勝負になった時にはいいですもんね。そうです。だからそうやって考えると、あのそんな弱いチームではないんだけど、そうそう、あまりにも打たないんで ね、 得点源で。そうなんですよ。だからそこがね、もうちょっと打てあの解消できればもっと高い評価できるんですよ。 DeNA は6位。なんでですかだって本じゃないですよ。よいどんで外国人いなかったら俺絶対負けると思ってるから、それで本当に抜けた力がなかったら借金を返済するのすごい大変だと思うんですよ。まあ、そうそうそう、うん、あの本当に強かったらね、借金してまたお互いと盛り返せるんですけど、もう最初に僕は外国人がいないっていう、そこでもう6位にしてしまいましたじゃあヤクルトが5位。5位。父さんと当たったことあるんですか。ないですはい、ご安心ください。1回も当たってませんか1回も当たってない、はい、まあ当たらないですよね、なかなかね。まあ優勝ぐらいはね、まあ、優勝1、2ぐらいは当たるけどね。優勝3回とかは当たりますけど ね、まあ、そうですね、はい、なかなか全部当たらないです、うん、まあタオさん、
4回にわたり出ていただきましたけど、あ、そうですね、どうでしたか。いや、やっぱり大企業は違うな。大企業じゃないですよ、こんな大きなとこ借りて。いやいやいや、うわー、うちなんかこの自分の狭い部屋でやってて、いやいや、こんなところでやれるような YouTuber になってみたいなっていう。なるほどね。まあ、タオさん の, あの YouTube チャンネルのあれは概要欄に貼っとくんで、はい、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、まあ、見てください、ね、お暇の時にはね、はい、うちのを見てください、はい、どうもありがとうございました。